服を作ることよりもファッションのビジネスの方に興味があったので、ファッションを軸にして経済学とか歴史とか結構さまざまな学問に対してファッションというのを中心に学べるっていうのが魅力に感じて、自分の中でも結構いろんな経験ができるのかなと思ってファッション社会学科を選びました。例えば西洋服装史っていう授業でしたら、時代背景を追いながらファッションの形がどう変わっていったのかっていうのを学ぶ歴史の授業なんですけど、女性がコルセットを身につけていたけど、なんかそれの反発から次はコルセットじゃない形の服装が生まれたみたいなこととかを学んで、やっぱり服装っていうのは自己表現とか気持ちが現れてくるものなんだなっていうのに気づいたきっかけがありました。流行論っていう授業は流行のサイクルを学んで、なんかどういうポイントがあると世間に流行が起きるのかみたいな、そういった流れを学べるので結構面白い授業だなと思いました。普通の学校だったらそういうファッションがどう変わっていったのかっていうのはあんまり学ぶことができないと思うので、特徴的なファッションの授業だなと感じます。ゼミではアパレル企業の方と共同研究を行っています。自分たちの分析結果から、これからアパレル企業がどう変わっていくべきかみたいなものの提案だったり、あとは新しくこういう商品を提案したらいいんじゃないかっていうのを自分たちで調べて、それを共同研究している企業の方に提案するということをやりましたね。僕のゼミのグループでは、低身長の方に向けたデザイン性のあるパンツを提案するっていうことをやりましたね。あ、学生だからこそこういう意見もあるんだっていう反応をもらったり、調査をしてその分析結果から新しいものを生み出すっていうことは刺激的というか、将来にも活かせそうなことだなと思いました。今はすごいコロナ禍だからこそ現状分析っていうのをしっかりやって、今消費者に対してどのようなものが求められているのかとか、もっと詳細にこういうものを作っていきたい、売り出していきたいというのが自分の中で明確になってきたところはあります。ゼミがまだオンラインで実際に集まってやるっていうのが 1,2 回ぐらいしかないので、多分いつものゼミとは雰囲気がまた違ってくるのかなと思うんですけど、でもオンラインでも和気あいあいとした感じでやってます。やっぱ東京は4年前に初めて来たので、いろんな行ってないところに連れて行ってもらったりとか、服屋さん、古着屋さんとかセレクトショップを回ったりとか、昔同じクラスの子とオンラインの古着屋をやってみようという話になって、自分たちで古着を買い付けとかお店に買いに行って、一つのショップとして経営して売り出してみるのすごく面白いんじゃないかっていう流れになってやってみることにしました。もういろんなことが新鮮で、サイトの写真とかも自分たちで撮ったり、イラストも描いてもらったりしたので、いろんなことを体験できるすごくいい機会でした。アパレル企業のマーケティングのお仕事のアルバイトをさせてもらってます。この商品はどういうポイントがお客様に受け入れられたのかとか、ここはダメだったとかいうポイントをレビューから分析して、次の商品開発に活かせるようなアイデアを提出するっていう業務なんですけど、お客様の生の声を商品開発に活かすっていうことの大事さを学べるアルバイトでした。今はアパレルの MD 商品企画する人になることを目標にしています。もともと商品企画というところに興味があったっていうのと、そのアルバイトを通してお客様の声を反映して商品を開発するっていう流れにやりがいを感じたので、将来はそういうことをできる MD になりたいと思いました。文化はファッションのことをもっと好きになれる学校だと思います。友達とかもファッション好きな方が
多かったりとか、学校以外でもファッションに触れる機会っていうのがいっぱいあるので、さまざまな角度からファッションに触れて、もっと自分の中でファッションが好きになりました。なので文化に来たら、そういったチャンスっていうのを取りこぼさずに、いろんなことにチャレンジしてほしいなと思います。